サックとタカシーのおしゃべり翻訳。翻訳はい、どうも、サックでーす。タカシーでーす。はい、今日はですね、はい、天才になる方法という本のご紹介をさせていただきます。なりてー。かなりキャッチーですよね。天才になりてーよー。こちらです。はい、もう普通の人だなんて言わせない。言われたい言われたい言われたい。あいつはちょっと要注意。あ、それは違うか。それは違うか。違う意味でやばいやつ。一目置かれたい。違うやつです、まあ、ということでこの本を紹介していきます。はい、どんな本かと言いますと、これはですね、天才になりきれない凡人に向けて書かれた本です。はい、まずはこの本はですね、こんな問いから始まります。あなたは天才ですか。いや、全然思えないですね。天才とは思ったことないな。思ったことないですね。天才ならこの本を読む必要はないです、はい、確かに。で、今僕は天才じゃないなって思った人はもうぜひ読みましょう、っていうかこの動画最後まで見てください、はい、っていうことですね。まあ、書店なんかに行くとですね、成功者の成功事論が書かれた本たくさんありますよね。はい、はい、たくさんあると思います。そんな本には成功したければ〇〇をしろみたいなね、書かれてると思うんですよ、うん、はい、まあ、朝活をしろとかね、はい、まあまあ、今適当に言いましたけど、はい、書いてあると思うんですよね。で、そんな本を読みながらですね、著者はこう思ったらしいんですね。どう思ったかっていうと、いや、それできたのあんたがすごいからやってんっていうね、それできないからこっちは困ってんねんと、そんな凡人どうすりゃええんですかっていうね、思ってたらしいんですよ。はい、この本はですね、そんな自分のことを凡人だという著者によって書かれた凡人の凡人による凡人のための本です。ほうほう、はい、おでも決してですね、うん、凡人だからダメとか、うん、凡人だから成功できないとか、はいはいはい、そういうことじゃないんですよね、はいはい、この本は。凡人は凡人なりに、もう凡人言い過ぎてちょっともう、ね、こう凡人でラップ踏んでる陰踏んでるのこれ。陰踏んでる感じになってますけど、凡人は凡人なりに気をつけなければいけないことを気をつければ凡人以上になれますよと、うん、そういう本なんですよ。だから天才になる方法っていう感じで書かれた本ですけども、まあ、ちょっと天才になるっていうよりかは、まあ、凡人を抜け出す方法みたいな感じの本になりますね。はい、で、本書はですね、まあ、天才にはなれない、でもただの凡人のままじゃ嫌だという人に向けて書かれた内容になっております。はい、はい、なので、もう自分のことはちょっと凡人かもしれへんなってちょっとでも思ったことがある人はもう読む価値かなりあるんで、もうぜひね、この動画最後までご覧ください。ウィッス。おぉ。で、最後にはですね、ちょっと凡人言われてちょっとこう、はい、何やねんってなってるかわかんないですけど、まあ、最後までご覧ください。はい。はい、で、最後にちょっと実際のね、まあ、行動計画なんかも書いてますんで、そちらもご覧ください。はい、では内容いきましょう。お願いします。はい、まずですね、こちら、凡人の戦い方。はい。どうすりゃいいんだと。いうところですね。自分のことは凡人かもしれないと思ったあなた、どう戦えばいいんですか、思ってたと思うんですよ、うん、はい、これ3つ今回ご紹介させていただきます。とにかく続けるとにかく続け続け、はい、もうちょっとこれはもうやっちゃいましたけど、続ける、okay。 はい、2つ目で、限られた時間の使い方を工夫すると。3つ目、今ここを本番にする。ほうほうほう、この3つです、凡人の戦い方は。まず1つ目からいきましょう、はい、とにかく続けると。続けましょう、はい、凡人にはですね、4つのことが足らないとこの著者は言うんですね、はい、何かというと、我慢、本気、努力、技術。うわー、なんか全部大事なやつやんこの4つが足りねえと。全部大事なやつやんこれちょっとこの辺説明させてもらうんですけども、まずですね、凡人が結果を出すためにはまず何より行動することが何より優先されます、はいはいはい、まず行動しろと、はい、で、そしてその行動を続けてコツコツやり続ければ成功の可能性は飛躍的に上がりますよっていうのをまず著者は言っています、はい、で、この時にですね、このコツコツ続けりゃいいんですけども、やらない理由を探してやめてしまう人が非常に多いと思うんですよ、はい、なんやかんや言って、うん、それが凡人が凡人たるゆえんだと。別にバカにしてるわけじゃないですよ、うん、もうそういう事実があると、はい、事実としてね、はい、これね、やらない理由探しちゃうじゃないですか、いろいろなんだかんだ ね、これはやっても意味のないことやとか考えちゃいますよね。やっちゃうやっちゃう、はい、こんなんやって意味あんのと思っちゃうと思うんですよ。でもですね、ここでですよ、ここで続けるためには、なんかもう続け続けるってもわけわかんないですけど続け続けるためには日々健全な我慢と本気を持つための努力と技術が必要なんですよ。はい、そもそもですね、この変化の激しい現代社会で何が無意味で何が意味のあるものかなんて分かんないんですよね。そうですね、それは言えてるかもしれない。分かんないですよ、うん、
今無価値だと思っていたものが数年後には価値が爆上がりなんてことよくありますよね。まああのね、テレビゲームとかもそうですけど、そうですね、カードとかもね、そうなんですよ。まあかなりね、昔はゲームなんかもう頭悪なるでとか言われたけど、今 e スポーツとかでね、かなりあのね、 e スポーツの大会賞金6億円とかなったりするじゃないですか。もうそうなんですよ。だから何が価値があって何に価値がないかってもう分かんないんですよ。だから続ける、これが大事なんですよね。で、続けるためには、もう続けるためには我慢と本気を持つための努力と技術、この4つが必要なんですよ。はい、とりあえず我慢しろと。とりあえず我慢で本気になれと。本気になれ、我慢して本気になって、で努力と技術を磨けと。努力と技術を磨けと、はい、いうことをね、著者はまず言ってます。はい、これがとにかく続けるというところですね。はい、とにかく続けようということを言ってます。はい、2つ目、限られた時間の使い方を、まあ、工夫するというところなんですけども、この章はですね、こういう言葉から始まります。君の発見は世界の常識だっていう考え方があるんですね。これはどういうことかと言いますと、例えばですよ、例えば無人島で何年も研究に研究を重ねた結果、独学で掛け算見つけたとするじゃないですか。はい、独学です、何にも知らないところから発見したときはもう俺天才じゃんこれみたいななるかもしれないんですけども、もう人類にとっては全く意味のない行為ですよね。そうですね、もうあるからね。はい、もうなぜなら無人島に住んでなければもう小学2年生で習いますからね。でも独学で見つけたときはもうやばい天才かもしれないみたいななると、思いついてしまった、もうすげえこと思いついてしまったと。これが、まあ、君の発見は世界の常識だっていう、まあ、そういう考え方なんですけど、まあ、だからですね、まあ、常に先人の知恵をですねインプットして、その上で新しい発見をするっていうのが、まあ、望ましいじゃないですか。そうですね、はい、これはこれでねめっちゃ正しい考え方やと思うんですけども、著者はですねこれ逆転の発想もできるぞと言ってるんですよね。どういうことかと言いますと、それはですね無人島で掛け算を発明してる人生もありだなっていうそういう発想なんですよ。どういう発想これ全体的な見方としては人類にとっては無駄じゃないですか。はい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 、もうすごいあの遠いとこから見てる目線では、まあ、でもめっちゃ個人的な見方としては、はい、一人で掛け算発明するとかめちゃめちゃ興奮するし、はいはい、もう俺天才ちゃうみたいになってもう楽しくて人生満たされてますよね。うん、そういう見方もできませんかって言ってるんですよ ね、まあ、確かにね、そう無人島の一人の空間やったら、ね、空間やったらそうですね、はい、そういう見方もできるなということを著者は言ってるんですよね。こういう発想を得てからはですね、著者はこう一度はやってみたかったことを後回しにしなくなったと言うんですよ。なるほどなるほど。たとえそれが人類にとって、まあ、無意味なことでもね、社会にとっては全く意味のないことでも個人の幸福感は満たされるじゃないですか。確かに、ね、やりたかったことやってるんで、うん、こんなことやっても意味ないしとか自分ができることなんかたかが知れてるみたいな風に考えずに、うん、この全体を見すぎないで、社会全体を見すぎないで無人島ぐらいするのも悪くないんじゃないですかって著者は言うんですよね。まあ、確かに、はい、もう比べ始めたら切れないし、そうなんですよ。なんかそうやってじゃあ何しようって探した時に誰もやってないことって探してたら切れないし、もうなんかもうしんどいじゃないですか。だったらたとえ誰かがやってても自分がやりたくて仕方がないこと、自分がやることで幸福感を得られるものだったらもうやったらええやんと、そういう時間の使い方してみませんかと。そういうことっすよね、はい、今言われてみたらそうだ、確かにそうなんですよ。なんかもうあんだけ的にやっちゃってるし、はい、もうあんだけ人口も多いしやっても無意味かなって思うことでもやりたいんだったらやれと、やりたいんだったらやれよとっていうことが ことですね、この凡人の戦い方2つ目、限られた時間の使い方ですね、はい、で3つ目、凡人の戦い方3つ目、今ここを本番にするっていう、これですわ。はい、ですか、これは、はい、人生は本番を迎えるために日々リハーサルをしているっていう風に捉えることができますよねって著者は言います。はい、まあ、どういうことかというとですね、まあ、今置かれている立場は本来の自分の立ち位置じゃないとか、もっと上に行けるはずだとか、もっといい暮らしができるはずだとか、今はリハーサルでこれから迎える本番に向けて練習してるんだみたいな、はい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 、そんな考え方ですね。はいはい、今まだ本気出してないみたいな、今まだ本番じゃないみたいな感じです。でもじゃあ本番って何、それいつ来んのっていう疑問が湧きますよね。この考え方やと、なりたい自分とかやりたいことをやってる自分っていうのはどこにあって、この最高の人生っていう名の本番を迎えてる自分にいつなれるんだろうかと、まあそんな疑問が湧きますよね。おそらく答えは
本番なんてないよねっていうことなんですよ。あ、なるほど、はい、そんな考えじゃいつまでたっても本番にたどり着けないよねってことは、はい、常に本番だと、そういうことです。先に言われちゃいました、ね、まあまあまあ、ね、うん、本番だと思った場所に立っても、うん、まだ先があるはずだって思ってしまうじゃないですか、どうしてもこの考え方やと。もうそこで満足するってことないんですよ。だったらさっき高橋さんがおっしゃったように、先言われちゃいましたけど、リハーサルを本番にしてみてはどうだろうかと著者は言うんですよ。常に今ここが本番。じゃあこれ今撮ってるのも本番ってことですね。もう全て本番です。本番だったか。リハじゃないです。リハじゃないんだな。本番なんですよこれが、はい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 、僕たちの人生の本番です。もう出すもん出し切ってる、そういうこと、この状況ってことですね。そういうことなんですよ。かー、もう今がなりたい自分で、今がやりたいことやってる自分なんですよ。もうやってんだね。やってんすよ。やりたいことがないとか、うん、なりたい自分がわからないとかじゃないんですよ。もう今やってるし、うん、今なってるんですよ。そうすると生き方もちょっと変わってきませんかと、うん、著者は言うんすよね。もう今一瞬を生きようと。めちゃめちゃいいこと言ってますやん。そうなんですよ、うん、これが、まあ、凡人の戦い方ですよと、いうことを言ってるんですよね。ということで3つ凡人の戦い方説明させていただきました、はい、最後まとめさせていただきます、はいはい、まあ、天才になれない凡人に向けて書かれた本を今回要約させていただきました、はいはい、まとめるとですね、自分は凡人だと気づいたなら凡人らしい戦い方をしませんかという話でした、はいはい、じゃあ凡人の戦い方どういったものがあるんですかっていうところなんですけども、まあ、一つ目はとにかく続けるというところですね、はい、まあ、行動を起こして行動し続けることが成功を引き寄せると、はい、まあ、そのためには我慢と本気と努力と技術、この4つが必要ですよと、はい、これらを持って続けるそれが凡人の戦い方だということを言ってます、はいはい、凡人の戦い方2つ目、限られた時間の使い方を工夫するというところなんですけども、はい、まあ、ついついね、人類全体のことを考えてこれ意味ないかもとか、自分ができることなんかたかが知れてるよみたいな風にね、考えがちなんですけども、それでね、自分がハッピーな気持ちになれるんだったら、もうそれはそれでありちゃうかと。確かにね、意味のないことも、自分ができることがたかが知れてるとしても、それはそれでありだろうと。もう意味とか役に立つのかとか考えずに、もうやりたいことやろうと。それが凡人の時間の使い方じゃないかっていう風に著者は言っています。はい、はい、で凡人の戦い方3つ目、今ここを本番にすると、やっぱもっと上に行けるとか、もっといい暮らしができるって思って、今の状態が自分の本番じゃないと考えたとしても、自分の求める本番には一生たどり着けません。その考え方じゃ。それよりも、今いる場所こそ本番っていう風に考えて、今を精一杯生きることが、この凡人の戦い方ですよねっていう風に言っています。はい。まあ、ぜひね、この考え方、参考にしていただければなと思います。はい。ということでね、じゃあこの本読んで、実際明日からどう行動に移していきましょうかという話なんですけども、それですね、これですね、もう今やりたいことをやろうと。これ映画の題名。今やりたいことをやる。そう、今やりたいことやるみたいな。キャッチフレーズがロードショーみたいな。いや、かなりキャッチーなやつ作っちゃいましたが、まあこれなんですよ。もう本を読みたいなら本読む。はいはいはい。ゲームしたいならゲームする。はい。もう起業したいなら起業する。うん、はい、もう今ここが本番なんですよ。もう今ここが本番で、もうやりたいことやるっていうのがもう凡人の戦い方なんですよ、はいはい、もう自分の世界で生きることは決して悪いことじゃないです、はい、あの常にね、自分の最適解みたいなのを求める必要はないんだと。何が正解で何が不正解かなんてもう今の時代分かんないですからね。だったらなんか先のこと考えて、あ、今はあれやらなきゃとかじゃなくて、今やりたいことをやる、それでええんちゃうかということなんですよね。後回しにすんなと。そうなんですよ、人生短いぞ。もう今やりたいんだったら、もうやれ、やろ、やろ、もう今やろ、でもう行動し続けようっていうことを、まあ、この本を読んで、まあ、行動を起こすならこんなところかなと僕は思いました。わかりました、はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。